はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ではロマサガ3やっていきましょう。前回で四魔貴族は全部倒しましたので、あとはラスボスを残すのみですね。ちょっと装備を見直して、カタリナに一つちょっとルーの杖を持たせておいて、エレンは一つ最高傷薬に変えて、で妖精は高級高級最高と、でツイリンにも1個、ルーンの杖を持たせておいて、でミューズは、生命の杖2つ持たせておきましょう。まあ、これでいいかな。ではいざ最終決戦の地へ行くぜ。ピョーンと、サラ、カタリナ、でもどうして来たの助けに来たに決まってんじゃないか。宿命の子が2人もいてはいけないのよ。アビスも世界も全てを破壊してしまうわ。少年が少年何にも言わないな。なるほど、力がコントロールできないのか。想像する力を生み出して、こいつは私たちが倒すと言いつつさようならと。まあここで陣形をちょっと虎穴陣に直さないといけないんですよ。少年が外れたんでフリーファイトに戻っているっていうね、そういう罠があるんで。で装備品自体はまあ大丈夫だと思うんで、これでいきましょう。戻ってきたぜ、サラ、行くぞ。あんまりひどいことするとお仕置きよ。妖精は気楽だな。ものすごい邪気だわ。すべての悪しき力が集まっているのね。やっと元気になったのです。世界を終わりにはさせませんわ。サラは私の妹、ただそれだけの普通の子よ。破壊されるためにここまで来たわけではないわ。行くぞみんな。この演出はなかなかかっこいいですよね。さあ行くぜ。まあ、ちょっと逆風の太刀でセーブしつつ、リバイバは前線にかけましょう。でまあパターンは一緒ですね。やることはマスターバーストで必殺剣覚醒させて、勝利の歌1回打って903か。高音ガス、おお340。ちょっと攻撃しちゃったからな。防御耐性が溶けちゃってて結構食らったけど、まあ、カタリナはね自然回復があるんで、まあ、例によって魔王の盾がどれだけ機能してくれるか。スターバーストの1000いかないんだ。これで前線にリバイバがかかったので、まあ、最初のね何ターンかはちょっと補助系魔法でツイリンとミューズが使われちゃうんで、でこっからはエレン様の竜神劣化剣が火を吹くぜ。勝利の歌って重ね掛け聞くんだっけ。なんかちょっと忘れちゃったな。昔はね勝利の歌めっちゃ打ってた気がするんですよね。かぎ爪35とかあれとか1回しか攻撃してこなかったね。まあね4貴族を倒してあるんで、まあ、簡単に言うと4の貴族を倒さない状態で破壊するものに挑むっていうのは、まあ、ゾーマに対して光の弾を使わないっていう、まあ、そんな感じですね。この話題だったら多分そこそこ通じるでしょう。
今のでね、何言ってんのっていう感じになられちゃうとジェネレーションギャップっすよね。で、カタリナにはリバイバー効かないんで、どうしようかな。やることないといえばやることないから攻撃に走ろう。オーケー、このターンは結構いいんじゃないか。だいぶ押し込めるな。ブレードネットか、いいねー。54弱い。あれ、こいつこんな弱かったっけ。まあね、ゾーマもね、光の弾を使えばそれなりの強さですからね。確かにね、俺もね、光の弾なしでね、ゾーマを倒したことはないんですよ。そこまでね、やり込んではないんで。さて、このお二人で、まあ、1000は超えるか。サザンクロス、ああいいね、両方1000超える。でカタリナももうだいぶ回復してきたから、もう一旦攻撃に走れるな。いや、これは調子いいんじゃないか。ブレードネット、これ全然強くねえし。まあただね、こいつはね、変身するっていうか第二形態があるんですよね。まあ、そこからが勝負なんで。メガサクション、おお、どんだけ吸い取られる。あんま吸い取られねえな。まあただね、2回攻撃してくるっていうのは分かったんで、まあさすがにね、1回攻撃だけだったら楽勝ですからね。ちょっとヒットポイント確認して、妖精が若干減りつつあるんで、火力はツイリンの方が高いのかな。なんでミューズを、あ、間違えた間違えた、危ねえ。妖精回復させて、まあとは攻撃と、まあ、逆風がねちょっと弱いけど、それはしょうがないか。やっぱりね、陣形はね、補欠陣がね一番安定しますよ、ボス戦は。おわ、骨が。妖精とかさ、骨砕き食らったらさ、もう潰されちゃいそうじゃん。今回復してやる。400か、まあいいね。おわ、また骨砕き系だけど、いいね。ツイリンはまだ防御耐性がかかってたんで全然食らわないですね。まだいけるかな。それともちょっと安心を取って回復させるか。結局ね、リバイバーを打つマジックパワーも取っておきたいからね。まあ、ただ回復はちょっと早め早めにやっておいて。おお、見切っている。ちょっと硬いのかこいつは。竜神劣化剣でね、3000くらいはいってほしいんだけど。やはり女性だけのメンツだと若干火力が出ないよな、ここに来て。てかミューズがね、そもそも強いキャラじゃないですからね。カタリナはでもだいぶ回復してるんで、妖精とエレンをちょっと回復させましょう。てかカタリナの技ポイントがもうなくなってきたな。ノッキング、なんかノッキングっていうとさ、トリコのノッキングをさ連想するから動けなくなるとか、そんな感じじゃないのか。ちょっと早く闇の翼使えよ。まだか、カタリナの技ポイントがなくなっちゃうぞ。とは言ってもね、まだ全然ピンチというピンチには陥ってないんで、この調子であれば全然楽勝なんですけど。どうしよう、ちょっと氷の剣で節約するか。
で、このターンは攻撃に入りましょう。ツイリンもミューズも1000ちょっとはね当たるんでね。超音波、ただ全員防御。よし、100ちょっとか。おお、なぜか骨砕き見切ってたぞどういうことだ。何気にね、エレンの技ポイントもやばいといえばやばいんだよね。うわ、結構食らうな。やっぱ防御耐性が解けてるとダメージ当たりますね。そして氷の剣とかめっちゃ弱かったな。エレンが減ってるか。ここは、あ、そうか、カタリナはあれを持ってないんだ、傷薬を。ちょっと厳しいな。カタリナがやることがないっていうのが、いや、使い切るだけ使い切っちゃおう。あれね、これ超かっこいいんだけど、超かっこいいんだけど何が起こったんだか分からん。ミスしたのか。どっちかっていうとな、攻撃面がやばいね、これ。まだシャッタースタッフを1回も使ってないんで、まあ回復面ではね全然余裕があるんですけど、いかんせん火力がまずいぞ。あー、来た。これで試食が起こってるのかな。これ試食なのかな、よくわかんないけどようやく来たか。で、闇の翼と、でもね、このね、闇の翼を使われてもなんか太陽のね術をね使えばねかき消せるような感じになってと思うんですよね。逆風を打っていきましょう。で、この2人はだからちょっと再生光を使って、どうしようかな。まあ自分と妖精かな。で、この2人は攻撃と。いや、まずいわ。でも技ポイントは死神の鎌。あれ、結局どうなったの。ホイリングって何、マジで分からん。まあ、死神の鎌は死ぬんですけど死ななかったと。ハウリングって何マジで。あ、3300いってる。これはあれか、防御力がちょっと弱くなるのか。あ、いいねいいねいいね。ダメージとしてはだいぶ通るな。これで再生光を打って、これね、地層がねアビスだからね減っちゃうんすよね、通常時だと。ほらほらほら、これもね何気に辛いんですよね。アビスが破壊の力で満たされている。もう僕たちには抑えられない。そうか、一応頑張ってくれてたのか。まだシャッタースタッフはちょっともったいないよな。逆風が2回打てるから逆風2回打とう。で、エレン回復させて、ミューズは自分で回復。あと2回か、竜神劣化剣も。無双三段が4回、冥王剣ガハ、カオスディザイザー。これって何回か食らうやつだっけ。ああ、そうだよね。おりゃ、暗い。いや、3000超えてくれるんでめっちゃ助かる。もう4000近いな、3700って。今のうちに叩き込めるだけ叩き込む。逆風、カタリナはちょっと技ポイントがなくなったら1回シャッタースタッフを使いますか、体勢を立て直すっていう意味で。ちょっと減りつつあるね、やっぱり。一回撃っとくか、もう。あと余裕があるしね。それで他の奴らは攻撃しよう。
エースランクロスでラストか。竜神劣化剣が死神のカマ分かった、死んだ。しかもこれリバイバー発動しないんだ。死に直結してるな。カオスディザスターとかそんな感じ。シャッタースタッフ、これ蘇るの。おお、蘇った。ありがとうルーンの杖。あ、倒した。あ、倒したね。あ、やっぱりね、4巻族倒してあればそんなに強くはないですね。結構余裕はありましたよね。てか普通に新4巻族の方がさ強かった気がするんだけど。いや全然なんとかなったわ。しかし世界は破壊されていく。滅びの運命は止められないのか。地球か。てか地球なのこれそもそも。世界が崩壊する。しかし世界は終わらぬ。世界は創造されるのだ。これが宿命のこの力。マスカレードはお返しいたします。返す必要はない。マスカレードとともに私に仕えてくれ。いいえ、お暇をいただきたく存じます。ミカレー様のそばにはいられません。有給がどれだけ残ってるかだよね、カタリナに。まあ、何年仕えてたかにもよるけど。こいつは何してんの。血でも吸ってんのか。あ、教授がいる。教授が、おお、封印している例の穴を。
あー、ウォードだね。普通に魚釣ってっけどさ、これモンスターでしょ。お、雪だるまくんたちも元気そうだ。あー、こいつらの仕事ももう終わりか。お、解決ロビン。いや、デブロビンはね、証券の技を覚えるのにすげえ役立ったかんね。裏でバイトを雇ったからね、証券技を覚えさせるために。あれ、何マスカレード、なんであんなとこに置いてったの。そしてバンガードを乗っ取った。これで世界中のどこでも行けるぞ。ロブスター、お前らは食料だ、ロブスター。あ、そっか、最果てがなくなったんだっけ、これで。もともと世界はあれだったんですよ、その前も言ったかもしれないですけど、世界の果てっていうのがあって、端っこに行くと怒っちゃうんですよ。でもなんかそれがなくなったっぽいっすね。そしてこいつは昇格したか。おばあちゃんはもう年か。と思わせといてみたいな。この新郎の塔とかどうすんだろうね。ただに無駄に広いっていう。一応てっぺんにいるけどさ、ああ、妖精か。もうどれが妖精だかわかんねえし、みんな一緒。でも妖精は、そうか、妖精の村から出てきてジャングルで飛び回ってますね。ウェンディ様はおっさんたちをはべらせて。あー、でブラックか。ブラックはこれからあれっすね、海賊王に俺はなるって。お、西王の槍が元通り。妖精返したんだね、西王の槍。あれ、これどこの家。もうこの地形だけだとさっぱりわからん。お、詩人、ついに姿を現した最終最後の敵、破壊する者、決然と立ち向かうカタリナたち、トータルエクリプス、アビスの風、うなりを上げる敵の猛攻だが、しかしヒーローたちはくじけない。鍛えに鍛えた技と術、ついに破壊する者の力はついえ、創造の力が解き放たれた。おお、ヒーローたちは今いずこ。てか、アビスの風なんて使われてねえし。詩人、適当なことばっか言ってんじゃねえよ、おめえ。ミューズ。こんなん出たっけ、そういえば。太陽レベルをだいぶ上げましたからね、最後の方頑張って。ツイリン、まあ、ツイリンは弓とまた術のレベルを上げて、そのね、術のレベルを上げるのがね、かなり苦労したんですよね、裏方で。で、妖精、まあ妖精は槍っすね、ずっと使ってたんで。ちょっとね、月のレベルも上げたんだけど、シャドウサーバントかな、思ってた以上に使いづらかったんで、まあ、最後の方は結局使わなかったっすね。エレンはやっぱヒットポイントが高いっすね。
で最初の方のは斧使ってて、途中で体術に切り替えて七星剣を手に入れてからは剣も鍛えたと。結構鍛えたな、そう考えると。エレン、少年お前は使ってないだろ何最後に勝手に入ってきてんだよお前はただいただけだろ。マスコットで、マスコットサラとかね最初の方だけちょっと使ってたけど、後で外しましたからね。カタリナ、まあ、カタリナはねずっと体験できてたんで。これでスタッフロールですね。これファイナルレターか。覚えられないんですよね、ファイナルレターは。難易度が高すぎて。で、陣形技も基本的には使ってないんで、何でしたっけ、主人公を外さないといけないやつなんで。これは千鶴懺悔かな。これもね、結局覚えなかったですね、体験技なんですけど。あ、そう、これはね、流走、なんだっけ、流走マグスワみたいな、なんかそんな槍を手に入れない、ないと覚えられない技。そう、このゲームはね、こう、エンディングで技を見て、大体ね、こう、難易度の高い技しか出てこないんですよ。こんな技知らねえよみたいな。あ、でも竜神烈火拳は覚えたな。これも陣形技か。陣形技っていうか、なんて言うんだろう、ちょっと正式名称が分かんないけど。いや、これとかもね、ちょっと技名が分かんない、技名が分かんないけどかっこいいっすよね。ん、これはなんだ、今のは斧か。ちょっと分身剣チックな攻撃だったけど、ちょっと違いましたね。え、これとかなんだ、マジで分からん。みんなで剣を投げてたね。斧はな、全然使ってないからな。あ、これはね覚えた、槍の技。流星章だっけ、なんかそんな感じの技名でしたよね。レオニード行使か。おお、これすごいね。あ、そうそう、コマンダーモードだ、コマンダーモード。思い出した思い出した、主人公を外して、こういう陣形技とか陣形術があるやつ。ちなみにね、サラをね主人公にすると最後サラ抜けるんで、コマンダーモードでね最終戦挑まないといけないんですよ。サザンクロスが冴え渡る。あれ、最後決めたのミューズもしかして。これで終わりかな。はい、というわけで
じゃあちょっと長くなっちゃいましたけれども、ロマンシングサガ3は、これで終了したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。